山田養蜂場っていうのはもともと父が立ち上げた養蜂場なんですけど、その養蜂場の後を継いで、あの仕事をするのにね、人募集してから2年間募集してね、たった2人しか来なかったよね。オープンな状態でね、ゆったりとした仕事ができるような環境にしようかなと思ってるんですけどね。健康食品を食べるのは体にいいからなんだから、どう体にいいかというのを解明しようと。あの仕事って実はね、お金儲けの手段じゃなくて、すごく社会にもそれから環境にも重要な意味があるんじゃないかと。お客様の健康のために役立つような商品を開発していこうと、またそういうサービスを提供していこうというのを会社の創業の精神としています。それがポリシーです。